島田和夫誤報殺人1亀ちゃん部長弱ってるぞ夜勤明けで昼過ぎに編集へ顔を出した亀田の耳へデスクの高野がささやいた弱ってるって何を 昨夜の一件下町病院の薬剤師が映画館の暗がりで女の手を握ったってやつねああ長官に二段で乗っていたあれ人違いだってさ人違い亀田は思わず高野の顔を見上げた夜勤で下町の警察を六七箇所受け持っていた亀田は 会社の自動車でぐるりと一回りするつもりで8時頃編集を出たまず神田を振り出しに浅草・下屋と回って帰ってくるそれが決まった種拾いの道順だったちょうど下屋・竹町の繁華街へ差しかかるとそこの派出所の前に人だかりがしている自動車を止めて覗いてみると若い男の前であばずれらしい女が短歌を切っていた 男は下屋では大病院の一つに数えられる下町病院の薬剤師で山口信夫女は竹町裏に住む川村義江もちろん2人は見ず知らずの間だが山口は映画館の人混みの中で義恵の手を握ったとかで派出所へ突き出されたのである事件としてはありふれたものだが他に書く種がなかったカメは。 この出来事を78行の記事にして電話でデスクへ送っておいたそれが「エロ薬剤師捕まる」という二段見出しで長官へ載ったのである普段ならばこの程度の記事は大抵没になってしまうのだが折りやしく事件種がなかったためか整理部ではこんな派手な見出しをつけたのであろうだって鷹野 俺は山口が女と一緒に警察へ連れて行かれるのをこの目で見て書いたんだぜところが警察で調べてみると女の申し立てと事実が食い違っているつまりね山口が女を右後ろから抱えるようにして左手で女の左手を握ったこう女は言うんだがねその山口は、 左手にぐるぐると包帯を巻いていたそう言われると亀田も山口の左手のしらじらとした包帯を思い出したうん俺もそれを見たよ山口はスポンジ野球で突き指をしたんだって左中指と人差し指から手のひらへかけて包帯を巻いている痛くて指が曲がらない 女の手を握るどころか飯茶碗も持たねえ。一方女は油っこい手でじんわり握られたと言っている。大変な違いだ。なるほど。ヨシって女、他の男に握られたのを間違えて山口を突き出したのかならしいね。山口はもちろん帰宅をお構いなしとなったが、 まずいのはうちの記事さ今朝警察へ行った記者がびっくりして連絡を取ってきたあー困ったなあ、こいつは山口の方から文句を言ってくるだろうなあもう来てるよ高野は応接室の方へ顎をしゃくった本人が来てるのかいそう。 頭のでかい角ばった顔のがっしりした男だ。部長があってる。じゃあ本人じゃない。山口はほっそりしたちょっといい男だ。が、首から上が小さくなって、なんだかキリギリスのような感じの男だ。もう一時間以上粘ってるんだ。部長ももたやまし気味。ちょいと覗いてみな。応接室は つ立てでいくつかに仕切られている亀田が入っていくと社会部長の北崎がわざとそしらぬ顔をしたので亀田はつ立てを隔てた隣の椅子へそっと腰を下ろしたそれはちょっとまずいですな北崎の落ち着いた声が聞こえてくるまずいでは困りますよ山口は大変迷惑しているんです 根も葉もないことを書か,かれた山口の立場を考えていただければ記事の取り消しは当然じゃありませんかですから幾度も申し上げたように記事は取り消しますしかしあなたがおっしゃるような大きな取り消し記事を出すことはできないそれはひどいあんなにデカデカと二段抜きで書き立てられたのですからやはり二段抜きで はっきり取り消してもらわないと困りますよしかし今までにも幾度か誤報はあった我々も記事の性格には万全を期しているんですが時には間違いをやることもあるだからといって扱った記事と同じ大きさで取り消しをするそんな前例はありません前例なんか問題じゃないでしょう 山口は病院へ出勤できないと言っています。山口の弟は中学生ですが学校から泣いて帰ってきました。エロ薬剤師の弟だと冷たい目で見られていたたまれないと言うんです。山口の母は一歩も家から出ることができません。後ろ指を刺されるのが怖いんです。 これは山口一生の浮き沈みに関わる重大問題ですいや山口一家の死活問題ですよ相手の男はいかつい顔に似合わぬねっとりした絡みつくような言葉で北崎を責め立てているご事情は想像に難くありません者としてもできる限りの償いはするつもりですその償いはまず第一に 取り消し記事を大きく出していただくことですよ。しかし、あまり大きな取り消しはご本人のためにもよくありませんよ。目立ちすぎて、今まで知らなかった人まで、こんなことがあったのかとかえって噂を広める結果になりがちなんです。それは奇弁です。逃げ工場です。いやあ 私も20年余り新聞の飯を食っている。その経験から申し上げるのです。じゃあ、世間の噂を完全に打ち消せるだけの取り消し記事を出すべきでしょう。二段抜きでダメなら三段抜き。それでダメならさらに四段抜き。あなたは不可能なことを強要なさるのですか押し問答はいつまでも続いている。 亀田は竹町の派出所で見た山口の姿を思い出していたいかにも気の弱そうな男であったアプレジ見たよしえからポンポンまくしたてられ一言もやり返せず真っ青な顔で唇を震わせていた山口確かにあの男なら勤め先にも顔を出せないであろう母親が外へ出られない 弟の中学生が泣いて帰ってきたありそうなことである産業記事梅草代わりの雑報右に転んでも左へ倒れても世間では大して問題にしない事柄でも間違って書かれた方にしてみれば笑い事ではない随分罪な誤報がある宝くじの当たり番号の誤報がもとで気が狂ったとか 選挙の当選者名が間違って夜逃げをした立候補者があったとか迅速正確入社と同時に叩き込まれる新聞人の根本精神なのだが記者も人間であり締め切り時間に酔われ他者と競争している限り思わぬミスをすることもあるのだ考えているうちにカメラは気がめいってきた隣の話はまだ続いている とにかく至急取り消してくださいまさか切り捨てごめんではないでしょうね君昔の赤新聞と混同しないでください結果によってはまたやってきますよ話はこれで打ち切ったのではないぞそう下駄を預けるような言葉を残して男は応接室を出ていった ボーと臨天上から高速度の指導の音が聞こえてくる勇敢最終盤の締め切りが迫っているのだいつもはこの音を聞くとピッと神経が引き締まるのだが今日のカメ田には寂しく終電の公的を連想させる亀ちゃんちぃとまずかったな目の前に北崎が立っていた。 すんません。もうちょいと頑張って結末まで見てりゃよかったんですが、夜の警察周りは、つい先を急ぐもんですから。まあ、これから気をつけてくれよ。山口に対しては、社の方から何とか挨拶してもらうから。今の男、何者ですか山口と一緒に下町病院に勤めている、遮って事務員さ。 勘に触る言葉を随分並べやがったなあれじゃこちらが悪いと分かっていてもムカムカしてくる部長僕山口に会いたいのですがあまり感心しないなでも気がかりなんですよまだ勤めにも出ていないようなら一緒に病院へ行って僕のミスを病院の連中に説明してやりたいんです それで山口の立場が良くなればいいがね。いいさ、気の済むようにしろよ。出かける前に取り消しを一本書いといてくれ。勇敢に入れるから。なんて書きましょう。長官掲載エロ薬剤師捕まるの記事は事実と相違するので全文を取り消します。どうひねったって。 《これ以上の名分はできっこないやね》《2》《兄はさっき出かけましたわ》目の大きな娘が歯切れのよい言葉で亀田に答えたこれが山口の妹で三枝という名であることはここへ来る前に受け持ち交番の戸口調査簿を見てきたので亀田は知っていた》 近くに上野の森が熱く苦しく西日を反射している。ここは日暮里駅に近い谷中の裏町だった。病院へ出られたのでしょうかさあ、兄はく児なしですから病院の門はくぐれないでしょうよ。そのくせ病院のことが気にかかる。きっと遠くから病院を眺めているかもしれませんわ。 とんだご迷惑をかけちゃって。あなたがお書きになったのちょうどあの破出所の前を通りかかったものですから。運が悪かったのよ。兄も、あなたも。亀田は改めて三重の顔を見直した。全く三枝の言う通りである。人違いされた山口は運が悪かった。 そこへ通り合わせたカメダも運が悪かったさらにどんな雑報でも載せねばならぬほど社会面の記事が閑散であったことも実に運が悪かったのだあなたのように分かってもらえると僕も気が楽なんですが弟さんどうしていますお便所の横にしゃがんで痩せがえると遊んでいますわこれも兄によく似て引っ込みしやん。 この頃の男ってダメね。女の子の方がずっとはっきりしていますよ。あなたはお勤めじゃないんですか勤めていますけど、どうぞご心配なく、あたしはへっちゃらよ。男から手を握られるのが商売ですもの。えダンサーよ。山下の K ホールがあたしの勤め先なの。 三はくくっと肩で笑っとたでその笑い方がしごく無邪気で少しも卑屈さを感じさせない亀田は救われたような気がしたさっき僕の社へ齋木という人が来ました齋木さん病院のええお兄さんから依頼されたんでしょう記事の取り消しを要求して そりゃあ、あの記事は一応取り消していただかねばなりませんけど、齋木さんなんかに頼まなくても。そう言いかけて、三枝が左手を高くひらひらと振った。裏町の曲がり角で止まったタクシーから降りた看護婦姿の女が小走りに近づいてきたのである。お路さん兄さん病院へ行ったいいえ。だから、 私心配しておじと呼ばれた看護婦は忙しい中を抜け出してきたのであろうまだ息を弾ませているねえ病院じゃ大変だったでしょ大騒ぎ院長先生はもちろんいつもは理屈っぽい老組の幹部まで本当のことを調べもせず病院の名誉をけがしたやめさせてしまえ というわけよ。齋木さん何も言わなかったあたしになんと思うと言うからバカバカしい何かの間違いをあたしは絶対に信じないと言ったのその齋木さんが新聞社へ掛け合いに行ってるのよ。ええ、知ってる。お昼前に 信男さんから事実無根だって電話がかかってきたんですってそれからさいぎさんは警察へ電話をかけて本当かどうか確かめていたわそしてやっぱりとんだ間違いだった山口くんから一歳を任されたから新聞社へ行ってくるそう言って病院を出たわ話の様子で。 亀田には山口と塩路の関係がおぼろげに分かった二人は約束を交わし三枝もそのことを知っているのであろう失礼ですが山口さんから直接あなたへ連絡はないのですか亀田が尋ねると果たして塩路看護婦はポッと頬を赤らめた塩路さんこちら新聞社の亀田さんそう 私潮路初子です信夫さんからは一度も連絡がございませんしようのない兄貴だなあ亀田より先に三枝が下打ちをしたきっと一人でくよくよ考えてるのよ間違いがはっきりしているんだものもっと堂々とすればいいのに私自分の兄だけど歯がゆいわ本当 信さんが病院に来ないものだからいよいよ立場が悪くなるのよとうとう事情は事情として世間の口がうるさいからひとまず病院をやめてもらうってちゅずいぶんバカにしてるじゃないの亀田さんこんな病院こそ新聞でじゃんじゃんたたいてよ 亀田は小刻みに幾度もうなずいたしおじさんい木という人病院に帰っていますか私自動車に乗る時ちらっと病院を振り返るとい木さんが玄関を入っていくところでしたじゃあ僕病院へ行きましょうい木さんにはうちの社会部長からよく話してあるんですがなお僕から 昨夜の人違いの事情を説明して山口さんの退職を食い止めましょうお願いします私もご一緒に病院へ帰りますわ亀田は日暮里駅前でタクシーを拾いまず塩路看護婦を乗せた下町病院は隅田川岸の蔵前にある途中下屋車坂から銀座裏へ続く昭和通りを横断するとき 右にちらりと竹町の繁華街が見えると塩路看護婦がほっとため息を漏らした昨夜時時頃頃ででししたかしら？9時頃ですよ。夜勤の時の警察を回るコースはだいたい決まっていましてね毎晩事件のない限り9時頃には車器を翻したうちの社の自動車があの辺を走り抜けるわけです。 そう説明している時き、亀田の胸にふっと疑問が浮かんだ山口さんはなぜ竹町なんかの小さな映画館へ入ったんでしょう都電でもう二丁場伸ばせば上野の広小路だし北へ行けばすぐ浅草なのにそれは私と看護婦は後の言葉を濁らせたああ お約束といっても一緒に散歩するというだけのじゃあその散歩のあとなんですか山口さんが映画館へ入ったのはいいえ私の勤務が9時までなので10時に映画館の前で落ち合うあの辺あり10時でもまだにぎやかなんです 信男さんはいつでもあの映画館か付近のパチンコ屋で時間を潰すようにしていたようですわじゃああなたは昨夜びっくりしたでしょう私が行った時には信男さんが警察へ連れていかれたあとだったのでしょう交番の前は静かでしただから私すっぽかされたのだと思いましたわ 話しているうちに自動車は下町病院の前へ着いたわざと亀田が塩路看護婦より一足先に病院に入り事務室のドアを開けると正面の壁に張り出されたケージが目に飛び込んできた胃がん退職。薬局員山口信このケージの下に「電と「席を占めているのは社の応接室で見た事務員の際にだった。 東京日報のものです。先国社の応接でお見かけしましたね。そうでしたか。気がつきませんでしたよ。で、何かご用。この刑事事実なんですか山口氏が辞職を申し出たのですかという形式をとったのです。彼の将来のために。退職を命ずとしなかったのは、 病院側の温情ですそっと後ろを見たカメラはドアの陰で唇をかみしめている塩路看護婦と視線が絡み合った「齊ぎさん院長に会いたいんですが」「院長は往診中です患者が多いので今どこへ行っているか分かりません」「育児頃お帰りでしょう」 お待ちになっても無駄ですよ。患者の容態次第で育児になるか分かりません。じゃあ、院長不在中の責任者は患者の診察と投薬以外のことは私が責任を持っています。亀田はがっかりした。この男になら今更何も説明することはない。佐イさん、あなたは山口さんとお会いになったでしょうね。 最期はじっとカメラの顔を見つめた。会いましたよ。新聞社での交渉の結果を伝えるためにね。どこで山口さんはどこにいるんです会ったのは上野公園の西郷さんの銅像の前。今彼がどこにいるか知りませんよ。会って話して別れたのですから。山口さんは何と言っていました 大変不満のようでしたよ。ちっぽけな取り消し記事では、とても社会の信用回復は望まれないと言っていました。この病院における信用すらダメですか復職させてはもらえませんかまず見込みはありませんね。ご存知でしょうが、病院はなかなかこの種のことには厳格でしてね。亀田はゆっくり体を回して二三歩歩いたが、 突然、首から上を遮の方へねじ向けた。遮さん、その刑事の横へ、もう一行書き加えてください。ん何を遺願退職、遺局員、塩路初子。君君は何の権利があってその時、ドアが大きく開いた。 私の意ですの、ですさん、三それから3日間亀田は毎日朝晩二度ずつ谷中の山口の家を訪ねたあの日以来山口が帰ってこないのだ困っちゃいましたよ部長山口は全然消息不明なんです はいくらか持ったるようがねそれがせいぜい200円ぐらいだろうって妹の三枝は言っています気の利いた子供のアイスキャンディー代だだから心配なんですどこで何を食ってるか山口のお袋なんか心配のあまりもう半病人でさ親類か。 仲ののいいい友達はないのか心当たりをおふくろと妹から聞いて私が全部当たってみましたどこにも立ち寄っていません亀ちゃんやけに熱心だな山口の妹の三枝って子よっぽど綺麗だな北崎の冗談に亀田は泣き出しそうな表情でゴシゴシと鼻の下をこすった部長 私は真剣なんなですよ。とにかくあたしの書いた記事が元だゼが非でも山口を見つけ出さなきゃ分野の足は洗います自分でまいた種の始末くらい自分の力でしなくっちゃごめんよあんまりカメちゃんが夢中になっているから少し気を楽にさせようと思ってからかったのだが責任はカメちゃん一人にあるんじゃない 社会部の失敗だし社が責任を取らなきゃならないいくらでも応援するぜ頼んますよあたしはね夕方になってくるとどうにも落ち着かないんでそういう亀田の瞳は編集の窓越しに真っ赤に夕焼けしている西の空へ向けられている山口は今夜どこで寝るんだろう それを思うといても立ってもいられなくなるんです。あたしはね、この3日間、真夜中過ぎまですっとんで歩きましたよ。検討はまず、山口の家に近い上野の駅前です。すげえのなんのって、毎晩何千人が野宿でさ。あれでちゃーんと縄張りがあるんですよ。駅近いの大びさしの下は、ざるを一つずつ持ったバタヤのねぐらで、 コンクリートの道路は常連で早くからぐーぐー立ち行き。芝生は飛び入りで大抵2時3時まで起きている。へえ、随分通になったな。それから東京駅。ここは終電と一緒に全部不労者を追い出すが、その前に入場券を1枚買って列車の発車ホームへ行くと、 次の朝の一番列車を待っているような顔さえすれば、悠ゆ々うゆうと寝ることができるんです。遅くさはこいつは一段ものすごいんですよ。それだけに、山口のような気の弱い男はちょいと寄り付けない。まあ、ずいぶん歩きましたがね。いつも無駄足。下宿にたどり着く頃には、ほのぼのと夜が明けてきます。あたしは、 夏の夜は4時頃から明るくなるってのを今度初めて知りましたよ。通りで。亀ちゃんの目はここに3日真っ赤だ。するとデスクの高野がにやりと笑った。僕は亀ちゃん毎日二日酔いかと思った。陰ながらうまくやってやがるなと。殴るぜ。ちった俺の目にもなってくれよ。 だが情報によると、旦那は毎晩上の山下の軽ダンスホールへ行くってじゃねえか。山口の妹が働いてんだよ。様子を聞いたり、こちらの状況を話したり。そこへ、受付の球児が駆け込んできた。社会部長さん、速達です。おい、来た、ご苦労。 受け取ったハトロン封筒の裏を返した北崎の顔がキュッと引き締まった。カメちゃん、山口からだ。え、住所は都内、台東区、柳川。いけない、これは自分の家の所番地だ。ちょっと待ってくれ。北崎が封を切ると、中にはありふれた便箋が一枚。 みるみる北崎の顔色が変わったカメちゃん今何時だ6時40分ですよいけねえあと3時間と20分かどうしたんです部長今話すみんな集まってくれ20人近い社会部記者が部長席を取り巻くと北崎は 便箋をポンとデスクの上に置いたこれが山口から最後の要求だ条件が2つある第一に今夜10時までに都内にあるうちの販売店の表へエロ薬剤師の記事は事実無根であった旨の速報を張り出ちすること無茶だデスクの高野がうなった もう一つ明日の長官社会面に三段抜きで取り消しと謝罪文を掲載することその要求が入れられなければ山口はどうするというんです尋ねる亀田へ北崎は重苦しい声で答えた第一の条件張り出しが実施されなかったら要求は拒絶され 信用回復の道はないものと考え自殺する一瞬一同は声をのんだ脅かしだしばらくして誰かがうめくようにつぶやいたそう考えられないこともないしかし万一の場合を考えると打てるだけの手は打たねばなるまいおい誰か 販売部へ電話をかけて、張り出しの用意を。部長亀田が泣き声で叫ぶ。亀ちゃん、山口が要求しているような文句は、社の面目にかけてできない。相談したい。ぜひ一度会ってくれ。そういう意味のことを書くんだ。うん。それから、今後の生活は保証すると書き加えよう。 もうその時には受話器をわしづかみにした高野がガンガン大声で販売部へ掛け合っているカメちゃん家を出た時の山口の服装は黒のアルパカに白ズボン黒靴でカンカン帽をかぶっているはずですああそれから青に白い水玉の蝶ネクタイを締めていたと三井は言っていますよーし黒の上着に白ズボン みんなで手分けをして3時間以内に見つけ出すんだ。だって部長、黒服白ズボンのカンカン棒なんて東京の街中には5万といますよ。5万が10万でも構わない。山口は痩せている。5万のうちの半分が太っているとすると痩せているのは2万5千だ。白ズボンで黒靴なんてもっさりしたのはあんまりいないぜ。 大抵は白靴かコンビネーションだ。しかし、白ズボンの五分の一が黒だと見て五千人になる。さらに、カンカン帽。今時はノーハットの方が多い。が、まあ、半分と考えると二千五百人。もう一つ、解禁かノーネクタイが圧倒的だ。ネクタイしているのは十人に一人あるかなし。こう考えると五百人。 その中に水玉模様が半分いるとしてたった250人だわけはねえぞ探すんだ亀田と高野を残して後の記者は一斉に飛び出していった北崎は警視庁の記者室にいる部下の記者を呼んで詳しく事情を話し警察網の活動を求めさせたそれからちらりと腕時計を見るあと3時間か。 北崎は思い足取りで編集局長室へ入っていった高野俺齋木に当たってみる亀田は自動車を下町病院へ走らせた事務の方は5時までですからそっけない当直の看護婦を拝み倒すようにして名簿で調べさせた齋木の住所は 病院から川筋一つ隔てた元本所の横網町に新築された都営アパートの3階早速訪ねて行ったがドアには鍵が下りており郵便受けの口には郵冠が挟んだままになっていた独身の遮がどこへ回ったかこれも探しようがないぼんやり夜の川面を眺めている亀田の耳へ突然北崎社会部長の声が流れてきた 山口信夫君。私は東京日報の社会部長です。ぜひ私を訪ねてください。お力になれることを確信しています。君のお母さんや妹さん、弟さん、それから塩路初子さんも君の帰りを待っています。 どうか、私の言葉を信じてください。北崎が民間放送のマイクを通じて山口へ呼びかけているのだ。北崎は同じ言葉を幾度となく繰り返している。おーい山口くんどこにいるのだ亀田は血を吐くような声を。 潮に波騒ぐ川面たたきつけた時間は刻々に過ぎていく通り過ぎる街のところどころでは赤い枠で囲んだ新聞次第の貼り出しを見たこの一枚を見て山口が現れてくれるといいが亀田は販売店前に掲示された貼り出し用紙の一枚一枚に再敬礼をしたような気持ちになっている。 の家を覗くと薄暗い電灯の下で塩路初子が寝ている山口の母の頭を濡れタオルで冷やし破れたうちわで風を送っていた部屋の隅で弟の浩二が膝小僧を抱えてじっとうなだれている山口が帰った様子はない亀田は足音を忍ばせて戸口を離れると そのまま山下のダンスホールへつま先を向けたミラーボールがくるくると回りサキソホンが金切り声を上げる大丈夫よ死ぬもんですかあたしのような無こうきの強い人間ならえい、ー、めんどくさいって自殺ができるんだけど兄にはできない死ぬのは平気だけど息の切れる瞬間のことを考えると 体が震えるくらい怖い。怖兄はよくそう言っていたわ三恵は案外落ち着いてイブニングの胸元に溜まった汗を拭いたカメラが編集に帰ったのは9時半過ぎであった編集全体がチーンと沈んでいる局長北崎高野3つの顔が 社会部のデスクから亀田へ向けられたが言い合わせたように同時に首を横に振った部長何か連絡は全然なし亀ちゃんの方は今度は亀田が首を振る番だったラジオが放送の切れ目ごとに北崎の録音を繰り返しているその声が響くたびに 編集の空気が目立って苛立ってくるチッ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 と無感動な回転運動を続ける電気時計の長い秒針飛びかかってそれを止めたいような気持ちだ時報静かだゴクリッと誰かが唾を飲んだ音が聞こえたほど はははは、<laughs> お芝居ですよあんなケチな野郎に大新聞の編集が踊らされるなんて高野のバカげた高笑いが終わらぬうちに部長の電話がジリンと響いたお、はい社会部長だそれから1分北崎が静かに一脇を置く亀ちゃん上野公園へ行こう。 宮裏の化け灯籠のところ化け灯籠そこで山口の死体が発見されたんだ四 <4 S 1> 文字通り化け物じみた大灯籠が月のない夜空に黒々とそびえている高さ二畳余り 足の太さは3かかえはあるだろう山口信夫は灯籠の石の台座に腰を下ろしいくらか体を左にかしがせ灯籠の足に背中を持たせかけて息絶えていたパッパッとマグネシウムが青白い線香を走らせる鑑識課員が黙々と慣れきった仕事をしているのだよう 無駄骨だったなあ捜査課長が北崎に並んで懐中電灯の強い光を死体に向けたポカンと口を開け何の苦痛も残していない表情であった右手をだらりと股の間へ垂らしその下に紙のコップがゴロンと転がっている左手はつっかえ棒のように台座へついていたがその手がぐしゃっと とカカンンを押しつぶしている左手首から指先へかけて巻いた包帯の白さがとんでもなく印象的だったカメラは事件記者としてすでに幾度も変死体を見てきているかなりすさまじい血しぶきの中へ踏み込んでもめったに驚かない舞台度胸はついているつもりだったが今度ばかりは別だったたった78行の誤報記事が。 この男を死なせたんだ。そう考えると思わず目をそらせたくなる高野がそっと亀田の肩を押さえた元気を出せよ無言でそう励ましてくれるのが亀田にはよくわかる顔色がバカにきれいだな懐中電灯のせいですか北崎が捜査課長へ囁いた。 いや生産だから変死体の中では生産脂が一番美しいようだね薬剤師という商売柄毒薬には困らなかったわけですねビールと一緒に飲んだんだあの瓶から生産が検出されたよ捜査課長は懐中電灯の光を動かし死体の右に置かれたビール瓶を照らした 瓶に毒薬を入れたんですかうん鑑識の話では相当な量らしい北崎は無言で捜査課長の手から懐中電灯を取るとつかつかと56歩前へ出てじっと死体を見下ろしたが足元に散らばっているタバコの吸い殻に気づくとふっと課長の方へ顔をねじむけただいぶタバコを吸っていますね。 吸い殻が三つ。死体の発見は育児でした。十時七八分。密航中の巡査が発見したんだがね。その時はまだ体が温かかった。それじゃあ約束が違う思いがけぬ言葉が北崎の口から飛び出した。約束課長。 この仏になった男は、十時までに販売店の店頭へ張り出しをしろと要求してきたのですよ。しかし、君の社では要求を入れなかった。で、十時を過ぎると服読したのだろう。ご承知の通り、生産の効き目は電撃的だ。うちの販売店でここから一番近いのは、御徒町です。御徒町からここまで、何分かかるでしょう 急げば10分足らずだろう5分としましょうここへやってきてからタバコを3本吸うまた捜査課長は突然腕を組んだなるほどいささかおかしいおかしすぎるようですなタバコ3本といえば立て続けに吸っても30分や40分かかるでしょう おかち町からここへ来るのに5分タバコが30分として死体発見の時間から逆算しても9時30分にはこの現場へ来ていたわけです君の社が要求を入れる見込みなしと考えたのだろう死ぬか生きるかという人間にとって10時までの30分をそうあっさり捨てられるものでしょうかそれに 実際は駆け足でやってきたとも思えないしこの台座へ座るなりゴボゴボと毒入りビールを飲んだとも考えられないどうすると9時ごろには来ていたことになるおかしいですよおい亀ちゃん北崎は突然カメラを呼んだ山口は現金をいくら持ってるだ 200円足らずですすると捜査課長がギクッと顔を上げた所持品を調べたが160円持っているじゃあビールは買えませんなそれどころか飯も食わねばならぬし宿賃も払わねばならぬ宿賃ポケットから旅館の広告マッチが出てきた。 荘といったね公園ごらの温泉印だ今刑事が調べに行ってる北崎は再び死体へ視線を移したがどうも気に入らないな独り言のようにつぶやいた部長何かあるんですか亀ちゃんはかぶった帽子をどんなふうに取るかねそう、 考えて取ったことはありませんがまあ右手でしょうねその右手にビール瓶を下げていたらもちろん左手で取りますよところが左手はつき指で曲がらないその上いっぱい包帯を巻いているじゃあビール瓶を置いてから右手で取りながら腰を下ろすでしょうねそこなんだ 大体帽子なんてものはこんなところに腰を下ろす場合帽子を取る行動と腰を下ろす行動が同時に行われるものだ。どうすると右手で取った帽子なら当然体の右側に置かれる北崎くん捜査課長がイライラしたように口を挟んだそんなことは決まってやしないよ何かの都合で 右手で取っても左側に置くこともあるもちろんそうでしょうがこの場合僕はそのことが気になるのですよなぜなら仏さんが押しつぶしているカンカン棒は確かに新品だしサイズが相当大きいようだ課長はじろっと山口の死体を眺めたカメラがキリキリスと考えたほど 首から上の小さい山口である誰かこの帽子持ってきてくれ課長の声鑑識の一人が死体を動かして潰れた帽子を持ってきたうーんまさに新品だサイズは7.4分の1課長 山口の頭はせいぜい6.4分の3くらいでしょうね北崎君こういう想像は乱暴でしょうかある男が山口の左隣に座ったその男は腰を下ろしながら右手で帽子を取って山口との間に置いたところが山口が絶命するとき 偶然左手でその男の帽子を潰したので男は山口のカンカン帽を持っていった何のために死体のそばに帽子が2つあってはおかしいじゃありませんかそれなら潰れた帽子を持っていくはずだ死体を動かして不自然な形になるのを警戒したと考えてもよろしい また他の帽子と違ってカンカン帽だから麦わらの細かい破片が散らばって係官の注意を引いてはいけないとわざと潰れたのを置いていったのかもしれない君は大変なことを言っているんだぞ北崎はゆっくり答えた承知していますよ僕は山口は自殺じゃない と言っているんですある男がカンカン帽をかぶっているんだから当然男でしょうある男が踊っている山口はその男をここで待っていたんですおそらく1時間ぐらいタバコの吸い殻が,がそれを物語っています3日間にわたる山口の宿賃もこの男から出ていると考えると不自然ではなくなるでしょう 待て待て。山口はやっぱり自殺かもしれないぜ。山口が自分で張り出しを見に行かず、その男に販売店の様子を見させて、本人はここで待っていたと考えたらどうだ。これでタバコの説明は成り立つ。そして男から君の社が要求に応じなかったと聞いて、自ら読書を煽った。さあ。 僕にはもう一つ割り切れないことがありますよ。由来毒を煽る場合には、先に毒を口に含んで水か酒で流し込むか、コップか茶碗の液体に浮かして飲むのが普通でしょう。何を苦しんで、口の小さいビール瓶へ毒を入れる必要がありますこれに反して他の場合は、 瓶へ毒を投入しておくのが普通です。うーん。よし。徹底的に洗ってみよう。僕の方も全力を挙げて協力しますよ。この言葉に踊り上がって喜んだのはカメラである。部長、私は何をやりましょうカメちゃん。 やけに弾んでるじゃないか。あたしの記事が元で自殺したと思ったから、つつましやかにしてたんですよ。はっ、つつましやかにね殺しとなりゃ、もう遠慮はしねえ。よし、来た。その息きのいいところで、山口の身辺を色上げしてくれ。わかりました。で、部長への連絡は、 俺は今夜社に泊まるよ。できるだけ情報を集めてじっくり考えてみたいことがあるんだ5亀田は日暮里駅のホームで東京行きの終電を待ちながら三恵と初子の顔を思い浮かべていた初めに東照宮裏の現場から 毎文字に K ダンスホールに飛び込んで三枝を捕まえたホールの壁際に置いてある作り物の大きなヤシの木の下のテーブルを挟んで座ったのであるラストに近くバンドがやけくそのようにドラムをひっぱたいていたバカよ薬剤師のくせに毒の入ったビールを飲むなんて 亀田の遠回しな説明をたたきつけるように言った三重の歯がカチカチとなるのが聞こえた言葉と一緒に大粒の涙が一つポトリと安物の棟のテーブルに落ちたが三重は目を拭こうともせず震える手に絹のハンカチを握りしめていた「ずいぶん気の弱そうな人だったな他人から恨みを受けるようには思えないんだけど」 私にも心当たりはないわ。臆病で、卑屈で、平凡なサラリーマン。もう何年勤めるといくらになるって、退職金の計算ばかりしていたわ。それで薬屋のお店でも持つつもりだったんでしょう。たまに病院へ行ってみると、兄さんは若いお医者や事務員にまでペコペコしているの。歯が良かったわ。 世間様じゃ、医薬分業とか何とか騒いでいるじゃないの。少しは胸を反らしたらどうそう言ってやると、俺はこれでいいんだって。こんな兄さんに敵があるなんて信じられない。麻薬や覚醒剤の密売関係なんか考えられないそんな元気があるもんですか。僕たちはこういう事件の原因を、まず、 金か女かと考えるんだがしおじさんのことをおっしゃるのなかなか美しい男を引きつける力を持ってるでも純情兄さんを心から愛しているわ兄さんのような人がおじさんからあんなに愛されるなんて不思議なくらい齋木さんがいくら呼びに来ても帰らないのよ齋木 病院はまだやめたことになっていないんですってあの人患者さんにとても人気があるらしいわそれだけにお兄さんの競争者の存在も考えられますねあったとしても片思いよ兄と塩路さんは3日に一度必ず竹町通りを散歩していたわもう2年も続いてるおとなしい でも堅実な恋愛だったわ。3日に一度ね。安月給取りの戦闘行きみたいだ。例えば月曜は兄さんが宿直火曜は潮路さんが宿直だから水曜に会うこれが繰り返されたわけよ。しかも3日目は潮路さんが9時まで勤務なの10時頃の散歩になるわけ。 それももうおしまいだわ。かわいそうに。なぜもっと早く結婚を弟が中学を出るまで。あたしたち貧乏ですからね。あたし兄さんに会いたい。見せてくれるかしら遺族だから当然。でも一人で行くのは参成できませんよ。潮路さんと一緒に行ったら。 僕もついて行ってっあげますよ。そうねあの人病人や死体には慣れているからちょうどいいわところが谷中の家で三枝から訳を聞いた初子は貧血を起こして倒れてしまった結局亀田は三枝からも初子からもこれという手がかりはつかめなかった1時に近く もうこれからはどこを回るにも遅すぎるというようなわけなんですよ部長夜が明けたら早速飛び回ってみます編集局の伝統はほとんど消されて社会部のデスクの上だけが明るいそこに北崎はじめ高野以下若い記者の顔が10近く集まっているよしわかった。 じゃあ、今までに集まった報告を整理してみよう。第一に、山口が他殺であることは決定的とみていい。警視庁に詰めている記者からの連絡では、ビール瓶からは山口の右手の指紋が一組検出されただけだという。他の指紋は出ないんですかカメちゃん。 山口の指紋一組というのが何よりの他殺の証拠じゃないか。犯行の後で犯人が瓶をきれいに拭き、死体の右手に握らせてもっともらしく指紋を残したのさ。でなげりゃ山口の指紋も一組なんてはずはないし、上野駅売店の売り子の指紋もついているはずだよ。上野駅高野が調べてきたのだよ。 俺はこう考えたんだビールの線を山口の前で抜いたんではいかに暗がりとはいえ生産なんかを投入している暇はないどうすると買った店で線を抜き途中で毒を混ぜて現場へ持ってきた線を抜いたビール瓶をあまり長く持って歩くのは都合が悪いつまり犯人は公園の近く それもあまり目立たぬところでビールを買っている、とねそこで高野が飛び回ってみると上野駅の売店で10時少し前にビールと光を一つ買った男があったしかし駅の売店ならビールやタバコを買う男も珍しくないでしょうその通りが高野が聞き出した男は黒服白ズボン カカンカン帽をかぶっていた売り子はネクタイの柄までは覚えていない亀田はぼ然と北崎を見つめた驚いているな山口の偽物さこの犯人なかなか味をやる万一ビールの出所を追求された場合を考え山口と同じ格好をし山口自らビールを買ったように見せかけた がどこいタバコの吸い殻が承知しない山口は少なくとも9時ちょいと過ぎには現場に来ていたはずだ第一、落ちていた吸い殻は神聖だ光じゃない北崎は考えをまとめるようにしばらく目を閉じていたがやがて言葉を続けた第2に刑事の調べによって 山口が3日間風鈴荘へ泊まっていることが明らかになった泊まり代が一晩600円食事は寿司や丼物を取らせている他にタバコ代などがあるが温泉印の簡易ホテルだから全てその都度現金払いだだいたい3日間で3000円ばかり使っている犯人が金をやったのでしょうか そう考えるべき理由がある3日前の昼過ぎに山口と名乗って風鈴荘に部屋を予約した男があるそれからしばらくすると山口が現れ友人が頼んでおいてくれたはずだが部屋はあるかと言ったつまり予約を申し込んだのと泊まったのは別人なのだ山口は 外出していますか昨夜と一昨夜は10時過ぎに1時間ばかり出ているところが今夜は8時半ごろ風林荘へ電話がかかったそれを聞いた山口は大急ぎで宿を出ている山口はその男の言いなりになっていたように思われますねそれが問題なんだ亀ちゃんの報告でも 山口には敵がないといとう。彼の行動と妹三枝の話から判断すると奇妙なことだが山口は犯人を少しも警戒していなかったようだその時卓上の電話が鳴った高野が受話器を取り上げた「部長捜査課長からですが山口から部長宛てに来た手紙は 本人の史跡に違いないなそうですよ。北崎は苦笑いの顔を亀田へ向けた亀ちゃん山口は自ら自殺の予告をしてきたしかも自殺ではなく他殺なんだぜなんだかモヤモヤしてさっぱり訳が分かりませんよとにかく私の記事がもとで自殺したんではねえでしょう と思うがね。一晩ゆっくり考えてみようよ。北崎は湯のみを取り上げると。冷え切った番茶でガラガラとうがいをした。6。部長寝なかったんですか？カメラが顔をしかめて起き上がった。 椅子を並べ毛布をかぶって寝ていたので体中の節々が痛い北崎は部長席で目前と腕を組んでいるその前にはザラガミの原稿用紙が嵐のあとのように散らばっていた亀ちゃん俺はやっとお話を一つまとめたよお話ですかうんとんでもないお話なんだ 聞かか。せようか待ってください顔を笑ってきます亀田は手洗い場へ飛び込むと水道の蛇口の下へ頭を突っ込んだ頭の芯まで冷えたところで便所備え付きの手拭きでゴシゴシと水気を取り北崎の前へ帰ってきたある男が山口を憎んでいたなんとか山口をしくじらせたい 場合によっては殺してしまいたいこの目的のために素晴らしい計画を立てたんだまず川村義江なる泡ずれに金を握らせて竹町の映画館で山口の横っ面をひっぱたかせる手を握ったとかなんとか因縁をつけてねこりゃ驚いたなるほどとんでもねえお話ですね 犯人は山口が竹町をうろつくことを知っていたんですか知っているんだ3日に1度ずつ山口と初子が夜更けの散歩を楽しむことも山口が初子を待つ間映画館かパチンコ屋で時間を潰すこともだから吉江に山口をひっぱたかせるのは映画館でもパチンコ屋でもよかった。 ただし殴る時間は9時ちょいと前でなければいけないへえなぜなんですよしえが山口を殴る交番へ来いこのスケベ野郎。というわけでよしえが山口を派出所へ突き出すわっと人が集まるそこへ シャキを翻したうちの自動車が通りかかるちょちょっと待ってくださいじゃあこのお話にはうちの夜勤記者に最初から一役振られているんですかそうなんだよ犯人はずいぶん前から山口を習っていた山口の後をつけて幾度も竹町へ行っている 当然、景気よくすっ飛ばす新聞社の自動車も目についた。気をつけていると、だいたい9時ごろ、毎晩通る。よし、こいつを一つ利用してやれ。くそじゃあ私は犯人の仕組んだお芝居を書かされたんですか俺のまとめ上げたお話ではそういうことになっている。 犯人は最初から二段構えの狙いをつけていたんだ山口が映画館で女の手を握って交番へ突き出されたそれだけの噂を振りまくだけでもいいもしこれがうまく新聞に出れば効果は100%だそう考えていたところエロ薬剤師捕まると派手に出た 犯人の狙いは大きい方の的に当たったんだそいで結局誤報と分かったものの山口は病院をクビになった犯人の目的は達せられたのじゃないんですかどうもそれだけが目的ではなかったらしい犯人はそこでいよいよ山口を地上から消す準備にかかった 山口から疑られていないのを幸いに親切ごかしに宿の世話をする金を貸してやる山口はすっかり感激して一切を犯人に任せる犯人は2日目の晩山口と会った時こう言った新聞社へ要求を突きつけよう大々的に取り消し記事を出させて君の信用を回復するのだ 同時に相当額の慰謝料を取ろうそれには自殺するくらいのことを言って脅かさねばダメだろうとね大体いいこんな意味のことを言ってまんまと山口に僕は手の手紙を書かせたこの手紙一本で山口の自殺は理由づけられるいよいよ思って驚きですよ それじゃあ、私たしだけではなく、部長も、社全体も、お芝居にこき使われてたんですか。ところが、我々は、犯人作者の考えた以上のことをやっちゃった。それは、僕がラジオで山口に呼びかけたことなんだ。これは犯人の筋書きにはない。もし山口が放送を聞いて、 勝手に新聞社へ連絡を取るとお芝居はぶち講しだ。そこで慌てた犯人は、早速風林層へ電話をかけて、山口を化け灯籠の下へ呼び出した。それが昨夜8時半頃のこと。あそこなら放送が聞こえる心配はない。なるほど、いい場所を選んだものだよ。しかし同時に、これが犯人の大きな命取りになった。 タバコの吸い殻やカンカン帽の一件ですかうん犯人が山口と同じ姿になったりビールを買ったり読書の用意をしたり結局山口は1時間ばかり待たされタバコの吸い殻を残すことになったやっと現れた犯人は灯籠の台座という道具立てのためカンカン帽の置き場所が限定され 死体の手で押しつぶされた。さらに山口呼び出しの電話を宿へかけたため影に人物ありと匂わせる結果になったそうなると小さなミスが続々発見されるビール瓶の指紋しかり帽子のサイズしかりビール瓶の中の生産しかりで 犯人の正体は北崎はニヤリとカメダを見返した。俺の方から聞きたいよ。この事件の最初から山口と連絡のあったのは誰だ山口の代理と名乗ったのは誰だ ?7 インチ4分の1なんてでかい頭をしている男を考えてみろ。部長捕まえてきます 待て、偶の根も出ねえようにするには最初の登場人物河村義江を引きずっていくことだ亀田はうなずくと一足飛びに車庫へ駆け込んだ自動車が朝露に濡れた車道をしっくして竹町の派出所前でピタリと止まった勤務日誌に記入された4日前の記録に 山口と吉江の名前と住所が並んでいるが訪ねて行ったところ番地に吉江は住んでいなかった派出所では口から出まかせの地名を言ったらしい亀田は起きたばかりの果物屋へ飛び込んで電話を借り北崎へ連絡を取ったそうかありそうなことだじゃあ塩路初子を連れて行け 塩寺俺は初子が原因だと睨んでいる。四日前、山口のエロ事件の噂が飛んだ時、初子が山口から離れる態度をとっていたら、山口は殺されずに済んだのだ。あたしは信夫さんを信じます。なんて言ったものだから、蔡木は山口を消しちゃう決心をした。だから七九六、 初子を病院へ呼び戻そうとするんですねまず山口を病院から追っ払って初子から話すそれでもダメなら山口を地球から追っ払おう怖い計画だよわかりました警視庁の方へも連絡を取っといてくださいもう連絡済みだ それから高野がエキストラを借り集めているエキストラ上の売店の売り子帽子屋の店員帽子屋分かったのですか上の書のお手柄だよ潰れた帽子を持って上の界隈を歩き回り黒門町で昨夜黒服白ズボンの男に売ったという店を突き止めた閉めたな もう一人連れて行くぜ。風林草の女中だ女中のお梅ちゃん曰わく部屋の予約をしてきた男の声には聞き覚えがあるってさじゃあ私は初子を連れて川向こうへ飛びますそれから20分の後蔵前橋のコンクリート桁の陰から亀田と初子がアパートの祭の部屋を見つめていた意外にも 半分がいた窓から川もを眺め、ポリポリと腕を描いているねみだれ姿の女は下屋の阿ばずれ川村義恵だった。しおじさん、あなた裁議を訪ねてくれませんか。あた口一人で。大丈夫ですよ。あの女のいる部屋へあなたを入れっこありません。外へ出るに決まっています。 僕はここで待っていますから、橋の上へ遮を誘導していってください。私が中へ入れるようでしたら僕がすぐ駆けつけます。それにもう警察やうちの社の連中も来るはずですから。やってみますわ。初子はゆっくりアパートに近づいていった。遮の部屋は3階である。 ドアが開いたかくばった齋木の顔が現れる「閉めた!」亀田が思わずつぶやいた案の定齋木が慌てて外へ出たのだ初子と一緒に階段を下りてくる川の上をかぶっていた朝霧がスーッと晴れていったと川全体が 金色の帯のようにキラキラと朝日に輝く初子の後からまぶしそうに眉を寄せて佐伯がついてくる亀田がそっと佐伯の後ろへ回った「佐伯さん!」ぎょっと振り返った佐伯の目がカッと大きく開いた僕を今あなたのお部屋にいる婦人に会わせていただけませんか女に 川村義恵。あなたから頼まれて山口氏に因縁をつけた女ですよ。佐伯の喉仏が大きく動いた。君は、新聞社の人でしたね。エロ薬剤師事件の記事を書いたのは僕ですよ。まんざらあなたや義恵さんと関わりがないわけでもない。ある意味で、僕としては非常に心苦しいのですが。 山口信雄氏殺害の片棒を担がされたのですからね。山口君は自殺だおっとあなたはどうして山口氏が死んだことを知ってるんです昨夜遅い事件で新聞にもまだ出ていませんよ。よろよろっと後ろへ下がる遮木の前へカメラがつつっと近づいた。遮木さん。 実に大胆な計画でしたな。僕が、山口くんを殺したというのか。憎悪に満ちた瞳で、齊ぎがカメラを睨み返した。今更逃げを打つのは、こんな大芝居の作者らしくありませんよ。まあお待ちなさい。もうすぐここへ、その他大勢が勢ろいしますから。 上野駅売店の売り子えっ <laughs> 黒門町の帽子屋の店員風林層の女中並びに警官大勢初子齋木は千葉った目でじっと初子を見つめていたが突然ひらりとコンクリートの橋桁の上へ飛び上がった「齋木逃げてもダメだ!」 水上書にも手が回っているぞ。すると催ぎがじろりとカメラを振り返った。逃げない。逃げられないのだ。僕は。泳げないからね。そう言い終わると同時に、催ぎは両手を高く上げた。ちょうどダイビングをする時の格好でぴょん。 と橋桁を蹴るマリのように齋木の体が弧を描いたかと思うと静かな朝の川面に大きな波紋が輪を広げた一度ぽっかり首を出したがつぶつぶと沈むと齋木は二度と浮かばなかった遮気を掲げた自動車が橋の中ほどで止まった。 ゾロゾロと四人の男女が降りてくる「亀ちゃん!」高野の声だったが亀田は答えなかった亀田の耳には齋疑の声が残っていたのである「僕は泳げないからね」